皆さんこんにちは、まっちゃんです。今日も前回に引き続きコーヒーブレイクです。ちょっと一休みですということですね。前回の動画は病気が末期の方の歩行で無理をお願いして走る姿を見ていただきました。今回はですね、病歴が長い人、私の分類ではタイプ2の方ですね。タイプ2の方の経過と歩き方で、また無理をお願いして走っていただきましたという動画になります。まずね、歩き方はこんな感じでした。この方ですね、先天性股関節脱臼がありまして、両方の股関節を3歳までギブスしていたそうです。で、初めての痛みは25年前です。約ね、25年前。現在60歳代前半で山口県にお住まいです。私が博多に行った時に、10回目の診察でお会いしました。この方ですね、2020年の11月10日朝起きたら急に歩けなくなったということなんですよ。突然です。それから数ヶ月は家の中でも杖を使って生活していたということですね。こういうことがあるとね、皆さんに聞くと、あれ、もしかしたら骨が潰れたんじゃないかと、そう感じる方が多いみたいです。ところがですね、こうやって突然歩けなくなるというのは筋肉がつった時です。筋肉が硬くなってきて、筋肉の中が循環が悪くなります。そうするとある時に限界を迎えます。そうすると筋肉というのはつります。突然歩けなくなりますということなんですね。2021年3月に診察を開始しています。今から約2年前になりますかね。私が今回博多で行ったのが10回目になります。最初の2回は松本診察院名古屋店の院長早川先生の診察でした。2021年7月に鼠径部が痛くて歩きにくいというのが最初の、私が担当した時の最初の訴えでした。で、この時は T 字杖を使っていまして、右足に体重がかけるのが困難な状態、やっぱりスピードは遅かったです。杖なしでどうにか歩けるかなという感じでした。それから私自身は8回診察したんですよね。8回。そうすると現在はまあこういう歩き方で、次にですね、ちょっと無理をお願いして走ってもらいましたということでね、こういう感じになりました。まあこの、なんだろうな、これだけスピードが速いとやっぱり良くなってくると、これだけのスピードが出るということなんですね。スピードに耐えられるというかですね。現在3ヶ月に一度診察を行っております。私が最初見た時に、まあ骨はもう問題ないだろうと、この経過からしてね、3歳の時にギブスをやってたと、現在60代前半ですということで、こんだけ歴史が長いわけだから、こういう人ってね、大体良くなるのよ。だから病院で適切な治療がされれば、筋肉へのトリガーポイント注射でしょうね、そういうのがなされていれば、病歴が長い人はね、そういう治療がなされていれば良くなったと思います。結局私がどこをやったかというと、この方のポイントはここでした。鼠径部の外側にある上前腸骨棘という、骨の出っ張り、いわゆる腰骨のちょっと下あたり、ここにね、ちょっと矢印でこう3本書いてるけども、3本の筋肉がここにくっつくわけですよ。そしてそれぞれが内側、真ん中、外側から膝に向かって筋肉は伸びているんです。
ここを重点的にやりだしたらやっぱり良くなってきた。ただ初回に私が押した時はポイントがあんまり絞り込めなかった。なあどこなんだろうなということで、まあ2回目にやった時に、あここをほぐすと結構痛みが楽になるなということでね、その後やっぱりこの3本の筋肉が膝に伸びている関係で膝の違和感っていうのがね結構何回かあって、膝の治療だけをしたような時もありました。今回まあ病歴の長い方のね、歴史が長い方というのは、まあ大人になってからね炎症が起きる方もあるんだけども、炎症というのはもう赤ちゃんの時に起きてるわけだからという考え方、もう骨は変形してるかもしれないけどそれで安定してずっと来てるんだよと、その変形の写真を現在見られたら、あ変形してます、これは進行していきますね、手術が必要ですねってほとんどの方がなります。だけどももっと先の経過を考えた時にもう骨の変形はずっと一定なんだよ。現在のレントゲンではなくて本当は過去のレントゲンをねこう何回か見てってくれればいい、それは分かりやすいと思うんだけど、そういうことでね、いわゆるタイプ2、病歴の長い人、筋肉が悪さをする確率が高いということを覚えておいてください。それで筋肉が限界になると突然痛みが出るということでね、こういう突然の痛みはそう立ちが悪くないんだよ。だんだんうーっとこう右肩上がりに痛みが強くなってくる、これは炎症の可能性があるけども、病歴が長いとね筋肉だけのことがあるんだ。それを病院である程度放置されるからね、以前放置された方の痛みの経過を見てもらったことはあるけども、一回出してみましょうか。こういう感じでしたね。20年ぐらい痛かったんだと。そう、放置されると進行的に悪くなるように見えるんだよ。だけどこれは筋肉の暴走なんで、ほぐしたら急激に痛みが取れてくる。この方もほぼこのような経過をたどったということなんですね。ですから皆さんもね、病歴の長い方は突然の痛みとか出ても焦らないこと、その場合は筋肉の可能性が高いんだよということを覚えておいていただければと思います。前回は病気が末期の方の歩き方と走り方、今回は病歴が長い方タイプ2の方ですねの歩き方と走り方を見ていただきました。次回からね第3章に入ります。よろしくお願いします。またお会いしましょう。まっちゃんでした。ここはね高松です。高松からお送りしました。さようなら。股関節痛は怖くない、怖くないよ。今日の動画が少しでも参考になったと感じていただければ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。